ほい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 。よし、撮れてますか？録画されてますか？大丈夫かな？よし、やっていきましょう。皆さん、こんにちは。今回の動画はですね、需要があるかどうか、まぁ、ちょっと微妙だけども、今回の動画はですね、誰でも、手軽に、無料で、簡単に ASMR ができる、その AMSR の音声データを作ることができるという内容になっております。大概の人ね、ASMR をやるためにはどうすればいいのか、わからないっていう人から、わかってる人でも、例えば、こういうマイク、よくあるよね。あの、右と左のステレオのマイクがあって、耳の形になってるっていうね、こういうマイク結構高いんだよね。これを用意すれば、まあ、すぐできるわけなんだけども、まあ、こんな高いの買わなくてもいいよと。こんなのね、なくても大丈夫。安っぽいね。ともすれば iPhone とかね、なんかその、ゲーム機についてるような、イヤホンについてるね、あの、マイクだったり、本当に安っぽい、モノラルのマイクでもね、今からご紹介する、方法をね、手順を踏めば、簡単に、ASMR が、作れてしまうというわけなんですよ。でね、まず必要になるものが、まず、イヤホンじゃないや、マイク。マイクはどんな安いものでもいい。モノラルでもいい。モノラルで大丈夫。ステレオ録音できるマイクじゃなくても、安っぽいマイクでも全然大丈夫。で、注意しなきゃいけないのが、まずね、その、音声ないし、音をね、ファイルに録音していただく必要があるんだね、まずね。リアルタイムでもできるんだけども、リアルタイムで ASMR をやるにはちょっと説明がね、すっごい長くなっちゃうんで、今回は、ファイル、音声のファイルを ASMR 化させるっていうことに重点を置くんで、安いマイクでいいよ。でもね、気をつけていただきたいのが、今何話してたっけ?安いマイクでもいいんだ。で、ファイルで録音していただく必要があって、録音するときに注意していただきたいのが、もう極力ノイズが入らないように、なんかね、あの、扇風機とか、エアコンとか、なんかファンの音とかね、その、なんだろう、その、マイクによってはさ、なんか電子的なジーンっていう、なんかノイズが鳴っちゃうような、ああいうノイズだとか、ともすればね、いい、あの、感度がいいマイクだとさ、あの、隣の部屋でテレビつけてる音まで拾っちゃうみたいなね。とにかく、ノイズが入らないように、極力無音状態にして録音を収録すると。この2点かな。安いマイクでもいい、モノラルでもいいから、どんなマイクでもいいよ。で、録音するときには、もう極限までノイズがない状態で収録していただきたいと。こんだけかな。うん。でね。使う、あとね、使うソフトウェアは、今この画面に映っているね、FL Studio っていうね、このソフトウェアを使うことによって可能になるわけなんだけども、知らない人のために、YouTube の説明の概要欄に、このソフトウェアをダウンロードできるページへの URL、アドレスを、貼っておくので、で、このソフトウェアはね、あの、基本的にはね、あの、まあ、有料のソフトウェア、お金出して使うっていう、ソフトウェアなんだけども、あの、
そのソフトウェアをね、無料でダウンロードができます。で、課金しなくても、その購入しなくても、トライアルバージョンで、作ることができるんで、トライアルバージョンでもね、作業途中のデータは、なんかこうやって、ね、いろいろ作業をしてね、あ、今日疲れたから後でやろうってね、保存して、で、次の日とかにね、またそのデータを読み込んで、つまり、ロード、セーブしてロードするっていうことができないんだわ、トライアルバージョンだと。それ以外はね、全部の機能が使えるので、とりあえずね、お金使わなくてもとりあえずはできるんで、ダウンロードしていただいて、パソコンが必要になるので、スマートフォンの方はごめんなさいね。パソコンが必要。言うの忘れてた。パソコンに、この FL スタジオをインストールして起動すると。で、音声データの取り方はね、おのおので頑張って保存して。で、保存したデータはね、今回ね、サンプルで2つ用意したんだよね。このね、2つ。でね、今みたいにね、ファイルをね、このソフトウェアのウィンドウに、もうそのままドラッグして大丈夫。ポイントはここね、この、プレイリストっていう、このウィンドウにファイルをドラッグしてね。そうすることで、こうやってね、波形が出てくるわけよ。これ、オルトキーを押しながら、マウスのホイールをクリックすると、縦軸の、縮小拡大。で、コントロールキー。あ、これ、Windows の話でごめんね。Mac の方は置き換えて。コントロールを押しながら、スクロール、マウスのホイールを回すと、このマウスの中心点を基準に、横への縮小拡大ができます。こんな形で、まあ、好きなところに置いていいから。で、とりあえずね、これサンプルで撮ったのはちょっと聞いてもらおうかな。こんな音声。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも、FL スタジオを使って簡単に ASMR の効果を擬似的に加工して作ることができます。よくあるその ASMR の耳元でささやくような、まあちょっとその、コンピューターで作った音声ですね。で、これをね、これね、もちろんモノラルですよ。どうでしょうか。わかるか？右と左、こっち右、こっち左ね。どうでしょうか。モノラルだから両方とも同じ音量。どんなマイクで録音し、で、こういう。どうでしょう。これ安っぽい、マイク的には安っぽいマイクで録音したような音質になってるでしょ。もうちょいボリューム上げるか。でね、読み込んだらね、こういったウィンドウにね、読み込んだファイルがね、並ぶんだ。で、選択はね、このね、四角いのをクリックかな。やりやすいのが。こうすることでファイルを選択できて、でね、ここがね、ミキサートラックになってて、まずね、音声ファイルをね、まずこのね、2トラック以降から、これマウスのホイールでね、こうやってコロコロ変わるから。これをね、まあ、1個目のファイルを、ここ。で、次を、だから2、3っていう形でね、こうすることで、どんなマイクで録音した音声でも、2に音声が来てる。で、こっちのファイルが、3トラックに来るのかな。うん、こんな形に。こんな形にまずします。
で、まず音声をここのウィンドウにドラッグする。で、ここの、部分をホイールを回して、2以降に並べていくと。2,3,4,5,6 でね、ファイルがいっぱいある場合は。こうすることで別々に、音がね、割り振られるんだよね。ちょっと意味わかんないかもしれないけども。で、こうして、再生停止はね、キーボードのスペースが楽。ここでもクリックでできるんだけど、スペースで、あ、これ日本語入力オフの状態ね。オンだとね、反応しないから。日本語入力オフの状態で、英文字入力の状態で、どうでしょうか。で、こう好きなとこから再生することも、こういうふうに。できますよと。ほっぽ。で、次にやる作業がね、どうしようかな。ここにね、ASMR のトラック作ってんだよね。こっちに、このね、プロジェクトファイルっていうんだけども、このファイルもね、説明の概要欄にダウンロード先のリンク貼っておくんで、FL スタジオをインストールし終わった後、そのファイルもダウンロードしてデスクトップとかにまあ保存して、で、それを、インストールした後だったら、そのファイルをダブルクリックすると自動的に開くから。で、これと同じ状態で開くことができるはずだから。で、で、今、これが2、これが3トラックに入ったんだね。で、これと同じようにやって、今、この2がね、ここに繋がってんの、マスタートラックに。ここをね、クリックするとね、コードがね、この音声が、このファイルがここを通って、マスターに最終的に流れていくっていう流れになってんだ。これをね、ここ一旦外して、で、この ASMR のところにつなげる。そうすると、ここに行って、マスターに最後行くから。で、これでもう一個ファイル今回あるから、これもこうして、こう。で、こうすると、この音声もこの音声も、ここは通ることになるのね。で、すなわち、ここがね、エフェクターを入れる場所なんだ。でね、必要になるのが、イコライザーかな。これと、ステレオエンハンサー。っていうこの二つのエフェクターを使うことによって ASMR ができちゃうんですね。本当は OTT とかあればね、もうちょっと ASMR っぽくなるんだけどね。まあ、今回その、FL スタジオを使ってない、その DTM デスクトップミュージックをやってない人前提でちょっと話をするんで。で、ここまで同じ操作をして、ファイルを入れて、ミキサー番号を割り当てて、で、それぞれを、マスターを、この外して、ここをクリックね、っていう形で、このトラックに、そのファイルをつなげてほしい。ここまでいいかな？で、このエフェクターはね、必要なエフェクターはね、このプロジェクトファイル、この状態で、立ち上がるはずだから、つなげるだけでいい感じ。言ってる意味わかんないかもしれないけども、やればわかる。僕が、用意したそのプロジェクトファイル説明の概要欄のファイルをダウンロードして、ダブルクリックで、この FL スタジオで開けば、これと同じ状態になるから。で、そうすると、今エフェクター2つ入れたでしょ？で、再生してみるね。そうすると、ここが反応するから。これ、イコライザーね。どうでしょうか。
どんなマイクで録音した音声でも FL スタジオを使って簡単に ASMR の効果、うん、でこんな感じで、あとこの辺の操作も説明しとこっかな。これね、デフォルトだとね、あのこうステップってなってて、あのわかるかな、見えるかな、このグリッドっていうね、線にね垂直する形でね、こうカッ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 ってこう動くわけで、その収録した音声によってはさ、なんかあのこうグリッドではないところで終わってたりするわけよね。で、こういう場合、うまくその音声をつなげる場合ね、これだとさ、あの重なっちゃったりするわけよ。なのでこれね、オルトキーを押しながらこうすると、そのグリッドの線関係なくね、ぬるぬるぬるって好きな形でこう動かせるから、こうピシッとね合わせたいときはコントロールキーを押して、こうやってズームアップして、で、オールドキーを押しながら、こう、クリックでドラッグしながらね、こう、ピタッと合わせると。この操作方法も一応、今教えておく。で、ね。ちょっと話長くなってごめんね。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも。で、こんな形で、いじるのはね、まずここかな。この一番のところ、ここでね、イコライザーの見方、左側が中低音、で、右側が高音、キンキン、キンキン、耳にキンキンする。っていう形ね。右に行けば行くほど高音で、左に行けば行くほど、低音、中低音になってくるんだ。で、ASMR の場合はね、あの、耳に息が吹きかかるような、ポッポッポッポっていうようなね、あの感覚をね、得るためにはね、低音が必要になってくるんだ。で、収録した音、読み込んだ音を聞きながら、いい感じの低音になるように。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも。あ、わかる、こう、耳になんかちょっと吹きかかってるような。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声で、これでもね、やっぱモノラルだからちょっと ASMR っぽいんだけども、モノラルだからそれっぽくないでしょ。どうでしょうか。で、あとね、6番とか5番を使ってね、こういう風になるんだけども、これマウスのね、ホイールをね回すことによって、こうやって絞り込むことができるんだ。広げたり。で、これでいい感じに。どうでしょうか。耳にね、ピシッとこう、来る、なんて言い表せばいいかわかんないけども、耳にね、その、気持ちいい音になるところをね、ちょっと上げてあげる。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも。うん、この音声の音質は、こんな感じでいいかな。で、これ、撮ったマイク、撮った、音響によってはね、まあ、この通りにではなくて、その、撮った音に応じて、その、ご自身でいい感じのところを探して。どうでしょうか。こんな感じでいいかな。ポップ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 。ASMR のテストです。どうでしょう。うん。で、こんな感じにまずしたら、でね、ASMR のね、感覚、疑似的に作るのがね、このエフェクターなんだ、最終的に。再生させながら変えるね。どうでしょうか。どう。FL スタジオを使って簡単に。この辺りループしようか。あの、ループしながら調節したいときね、これ、あの、小説の、これ小説の番号なんだ、これ、音楽作るソフトウェアだから。で、この、
この辺からこの辺っていうのを右クリックしながらドラッグするとこうやって選択できるんだ。で、解除はダブルクリック。だから今回はこっからここまでちょっとループさせようかな。選択範囲を選択すると、この範囲をね、を使って簡単に、を使って簡単に、基本的にこうやってずっとね、ループになるんだ。調節するときにはね、こういう形でね、を使って簡単に。さあ、変えますよ。できればイヤホンで聞いてね。を使って簡単に ASM スタジオを使って。わかるわかる、これ変わり具合。どういう風に変わっていってるか。を使って簡単に ASM スタジオを使って簡単に ASM スタジオを使って簡単に ASM。わかるかな。だいたいね、この真ん中のノブをちょっと右。だいたいこの、なんだこれ、1時に2時方向2時方向ぐらい、この線ぐらいまで右に回し、でこの左のノブをだいたいこの辺りかな、だいたい10時方向ぐらいにする。で、あとはね、そうだな、ここでもいいんだけど、ここがいいかな。ここのノブがね、スピーカー、右から音声を出すか、左に音声出すかっていう、ここ。あれこれ。僕邪魔かい僕邪魔かい見えてるかい。あ、待てよ。ステレオ、じゃないや。フルティバランス入れておいてあげよう。でね、これ名前変えとこうか。右、左、振り分けでわかるかい。これで、これこっちボリュームね。で、こっちがね、右に音声出すか、左に音声出すかっていう、ノブ。で、ここの名前は、ちょっと分かりづらいか、英語わかんない人いるもんね。これ、イコライザーって言います。イコライザー。で、これが AM。SMR か。ASMR 効果エフェクトでいいかな。で、実際はね、ちょっと待ってね、このイコライザーのセッティング終わった。で、これもいい感じに合わせた。で、最終的にこれで右、左、お好きなようにすることによって、左側の耳でめっちゃ囁いてるような音とかにできるわけですよ。再生してみるよ。どうでしょうか？どんなマイクで録音した音声でも、FL スタジオを使う。うわ、ちょっと、寒気したいな。どうでしょうか？どんなマイクで録音した音声でも、どう FL スタジオを使って簡単に ASMR の効果を擬似的に加工して作ることができます。ふんね、低音で作ることができます。
なんかこうポッ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 っていうね感じを出すためには低音をねもっと上げた方がいい。で作ることができます。で作ることができます。ポッポ ASMR のテストです。 それっぽいよ。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも FL スタジオを使って簡単に ASMR の効果を擬似的に加工して作ることができます。いかがでしょうか、いかがでしょうか。こんな感じですよ。これが無料で高いねマイク機材を用意しなくてもこんだけのね効果を得られるわけですよ。でこのソフトウェア FL スタジオもトライアルバージョンで十分使えるし、でお金に余裕ある方はね、シグネチャーバンドル、あ、シグネチャーエディションとか買っちゃって、しまえば作曲もできるからね、このソフト。編曲だとか、歌ってみたっていうのもできるし。こんな感じだね。でね、よく言えばね、VST プラグインっていうのがね、世の中にはね、いろんなものがね、有料のものから無料のものまでね、VST っていうのはいわゆるエフェクターとかね、音源、その、ピアノの音とか、シンセサイザーの音とか、そういったものがね、後付けでね、なんか拡張するみたいにね、後からね、このソフトウェアにね、拡張機能としてね、別なエフェクター、別な音をね、シンセサイザーを入れるっていう、その VST っていうのがあって、で、VST っていうのでね、このね、OTT っていうのがあるんだ。で、この OTT っていうのはね、無料の、VST プラグインで、お金必要がなくて、ダウンロードできて、パソコンにインストールすれば、使えるんだ。これもね、またね、いいんだよ。今これ、挿した状態ね。さっきの状態からさらに OTT が加わりましたよ、と。で、こっからちょっと調節してから。どうでしょう。わかるかい？どうでしょうか？どうでしょうか？さらにパンチが効いたね、感じになるね。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも、FL スタジオを使って簡単に ASMR の効果を擬似的に加工して作ることができます。ASMR のテストです。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声でも、FL スタジオを使って簡単に ASMR の。これない、オフにすると。どうでしょうか。どんなマイクで録音した音声。どうでしょうか。ちょっとノイズ気になるけど、この OTT を加えることによってさらにパンチの効いた、さらに ASMR っぽさがね、擬似的に作り出せるから。まあこれもね、お手数でなければ、このダウンロード先もリンク貼っておこうか、説明の概要欄のところに。で、そのインストールし終わったら FL スタジオの方でもね、それをね、読み込みに行かなきゃいけないんだ。やり方はね、ここ、オプションっていうところの、マネージプラグインっていう、この、1,2,3,4,5,6 番目、上から6番目、これクリックして、ここのところをね、クリックするだけ。そうすると、その、インストールした OTT のプラグイン、VST がね、読み込みされて、で、
僕のデータはこの状態で配布するから、このプロジェクトファイル。で、もし OTT をね、使いたいっていう場合はね、インストールして、今の手順踏んで読み込みが終わったら、ここ、このね、ちっこい左の三角あるでしょ、このスロット4っていうところ。ここをクリックすると、このセレクトっていうところに、インストールされているプラグイン、VST のね、エフェクターがつらっと出てくるから。で、さっきのね、読み込みが終わったら、この中に ODT って絶対あるはずだから。いや、ないな、ないな。ちょっと説明、ちょっとし忘れてた。ODT、OTT、OTT。どこだ？読み込みが終わった後にね、あ、ここだ。最初こうなってるから、星をつけることによって、ここのリストに現れるから。星つけといてね。で、OTT ってやればね、ここに読み込まれるから。もしくはね、なんかこのコンセントみたいなマーククリックすると、最初こんなになってるはずだから。こうしてインストール。で、このエフェクター、この VST3 かな。で、この中に OTT っていうのがあるから、これをこうドラッグとかね。ここがね、一番いいと思うよ。インストール。いちいちここさ、こういうガッガッと出てさ、このちっこい文字からこう探すの大変だからさ。ここで今インストールされているエフェクターが全部出てきてるから。ここから ODT こうドラッグ。ポンと話して。で、いじるのはね、だってね、この、左のノブ。で、ちょっと調節して、で、上がね、ハイ。真ん中、ミドル。下が、ロー。つまり、高音域、中音域、低音域。低音を上げれば中低音が増すし、高音域が上がる、ミドル、中音域が下がったり上がったりできると。いじるのはね、ここと、ここと、ここと、ここぐらいでいいかな。で、再生させながら、調節すると。以上ですね。どんなマイクで録音し、で、右の左はここに、おっと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 。どんなマイクで録音した音声でも。うわぁ、ちょっと僕のイヤホンかなり敏感だからね。もうちょっと寒気、背中に寒気走るわ。どんなマイクで録音した音声でも。FL スタッ。で、これ本当に安っぽい。ノイズさえなければ、綺麗な音で録音できれば、こういう風に。高価な機材がなくても、簡単に ASMR の、音作れるから。どうしよう、話長くなるけど、もしリアルタイムでやりたいっていう場合はね、ここ、レックっていうところ、あ、ちょっとこれね、本当話長くなるんだよね。ちょっとやってみせるから、一時停止して、とかやって、どうやってんのか。学んでっていうか。で、こうするとこうなるから。ちょっとループバックで、エフェクターが通ってない音声も今一緒に流れちゃうけども。今の手順分かった。最初こうなってます。で、ここ、レックっていうところが反応してるはずだから。で、ここ外して、こっちにつなげます。で、ここをオンにします。そうするとこうなるから。ちょっと待って。これじゃねえよ。こっちだね。で、わかるわかる
ね、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 ちゃん10時だよ。おー、10時ここのマイク、すっごいノイズ聞こえる？さーっていう音。でノイズが乗っちゃうと、ノイズまで音量上がっちゃうから、まあ、こういうふうに音がない状態で極力ね、録音して。こういう形で、ループバックしないように元の音を、マイクの音を消して、FM スタジオの音だけを流せば、生放送中でも、ASMR っぽいことが聞こえて、同じことが聞こえてできるから。ボイスチャーを通してるから、なんともあったけど。はい、はい。こんな感じですね。ちょっと長くなりましたが、以上でございます。なんかね、動画作ってる方、YouTuber の方とか、なんかその、やってみようかなっていう人はね、ぜひお試しいただければと思います。またね、今後もね、なんか需要があるかないか微妙な動画を今後もちょいちょい、この音声関係、音楽関連の動画もね、ちょいちょい上げていくと思うので、もしよろしかったらチャンネル登録はしなくていいよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、また見に来てください。それじゃあ、またねー。